はい、こんばんは、せいせいです。なんか実は隠しキャラがもう一体見つかったということで、さて、やっていきますか。と、これはね、2日前に撮った映像で、種か。種を探して、何でもいい剣種を1個見つけろと。はい、この辺来て、なんか赤い種を見つけた。つぶつぶの種。これを持っていく。つぶつぶの種は、何だったかな？イチジクだったかな。普通に育てるとイチジクなんやけど、まあ、これ種はね、何でもいいらしい。卵の殻でもいけるのかいけないのかはちょっとわからんけど、パキパキの種でいけるのかはちょっとわからんけど、まあ、種でね、何でもいいらしいけど、これ植えてます。はい、植えます。で、こっから普通に水やって、一回だけやるらしい。一回だけ水やって、はい、自分に水をつけて、農家のプロが種を育てていく。はい、これで水をあげまして、はい、ボーンともう芽が咲く。で、これで丸2日置くらしい、ここから。現実世界で丸2日置いてくださいと。はい、ということで、2日後にやってきました。そしてこれで、あの場所に行くと、1回だけ水をやった植物のところに行くと、とってもやばいことになってるらしいと。さあ、果たして成功しているのか。これ失敗しとったら悲しいな。またもう一回2日待たなきゃいけないわけやろ。頼むよ。はい、来まして、私の植木鉢はどうだ？できてるか？卵寿司が見えるな。ちょっとわからんな。まだこの距離じゃ。ほい。さあ、どうだどうだ。つか、俺のところになんかおるくな、あの人。俺のところなんか見よくな。あ、違う、隣か。あ、できてるっぽい。あ、これ成功か。このように、2日間やると、なんと芽が枯れてしまうと。枯れてなんかパキパキボロボロになってしまっている。で、これに水をあげると。この状態の枯れた芽に草に水をあげるとどうなるんだ？行くぞ！ほい！どうだ？一回じゃダメかな？水あげました。土の色変わりました。あら？一回じゃダメか。もうちょっとかかる。これでまたもうちょい待たなきゃいけんのか。お、乾燥したな。乾燥した。これまた水やれと。何回かやらなきゃいけんのか。さて、これで2回目枯れてから、枯れ枝になって2回目。さあ、土の色が変わって、まだか？まだ待つと。できた、できた、できた。できたぞ、できたぞ、みんな。見てくれ、これが俺の、スーパーハイパー、ウルトラ、ゲット、チョコマカロン、やった。10分経って水あげて、もう10分待ったらできたかな？ 20 分ぐらい。2日置いた後に20分でできたかな、多分。よっしゃ、チョコマカロン見に行こう。さて、冷蔵庫。チョコマカ。チョコマカしていく。おった。こんなとこおった。枯れ草。チョコマカロン。温泉まんじゅうのマークに憧れている。あら、意外とシンプルやったな。温泉まんじゅうのマーク。すごい、なんか秘密があるキャラクターかと思ったけど。温泉まんじゅうのマークってなんだ。温泉まんじゅうのマークってなんだ。これのことか。これの温泉のことか。頭の。チョコマカロン。おー。よっしゃ。ということで、面白かった人、高評価とチャンネル登録していってね。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。